未確認飛行物体 UFO の謎を探ろうと昨年6月に開所した福島市の国際未確認飛行物体研究所、通称 UFO 研究所が25日、1年間の調査結果を発表した。寄せられた目撃情報は152件。独自の分析結果から、極めて UFO の可能性が高いとされる写真動画4点を公開した。研究所は、福島市と合併した旧飯野町などが1992年に開設した UFO 触れ合い館内に設けられ、ミステリー雑誌、月刊ムーの三上武春編集長、53が所長を務める。米航空宇宙局 NASA が調査に乗り出すなど UFO への関心が高まる中、町おこしの効果も期待されている。三上所長によると、目撃情報のうち UFO のようなものが確認された写真が125件、動画が24件あった。これらについて、地球上の飛行物体や自然現象である可能性を検討したほか、合成など人工的に加工されていないか画像解析ソフトで調べたという。公開された4点のうち、2018年9月に富山県の立山連峰で撮影された写真は、上空に楕円形の黒い物体が写っている。三上所長は、連続した写真の1枚だけに写っており、鳥ではない、 UFO の可能性が高いと述べた。同館がある仙岩森標高462メートルの山頂付近から昨年8月に撮られた写真は、円盤のような形をしたものが写っている。同館の昨年度の来館者数は前年度の約 1.6 倍に増えた。地元では宇宙人の仮装パレードなどを企画しており、チームリーダーの阿蘇隆一さん50人は、 UFO 好きの人に住民との交流も楽しんでほしいと期待した。